TEB タイプライターは初期のマイクロコンピュータの一種で標準的なテレビ受像機に32桁16行の大文字のアルファベットを2ページ表示することができるビデオ端末である。ドンランカスターが設計しラジオイコールエレクトロニクス1973年9月号の表紙に登場した。同紙には設計の説明が書かれた6ページの記事が掲載されていたが読者は より詳細な組み立て方の説明が書かれた16ページの小冊子を2ドルで取り寄せることができた。RE 氏はこの小冊子を数千部販売した。TEB タイプライターはマークマイナス8やアルタイル8800とともにホームコンピュータ革命のマイルストームと考えられている。TEB タイプライターという言葉は画面上にインタラクティブに表示を行える。 コンピュータディスプレイの総称として使われることもある。CRT ディスプレイが開発されるまでは、標準出力媒体として、テレタイプ端末が使われていた。ドン・ランカスターによる、TB タイプライターの試作品ホビーストが制作した、TB タイプライタードン・ランカスターは、グッドイヤーエアロスペース社のエンジニアであり、ポピュラーエレクトロニクス氏や、ラジオイコールエレクトロニクス氏に、趣味で作った。 電子工作の記事を多数執筆していた。仕事で運用の高解像度ビデオディスプレイを設計していた時、低コストのビデオ端末を作ることを思いついた。これが後に TB タイプライターと呼ばれる、彼の最も影響力のあった電子工作プロジェクトとなる。この設計では TTL デジタルロジックとシフトレジスターメモリを使用した。当時、マイクロプロセッサやラムは新しく、 非常に高価なものだった。業務用のビデオ端末が1000ドル以上する中で、このキットの材料費は合計で120ドルであり、ホビーストにも手が届くものだった。SWTPC 社が回路基板のみを27ドル、8つの主要な集積回路を49.5ドルで販売した。ホビーストは残りの部品を自分で入手する必要があった。r e c 月号では、 TV タイプライターの小冊子を注文した数千人の読者への発送が遅れていることについて編集者が謝罪した。また入手困難な電子部品の入手先も紹介した。ランカスターは読者からの一連の質問に答え t v b タイプライターの追加機能や用途についてのアイデアを提供した。12月号には TB タイプライターの小冊子の整合表が掲載された。 11月号に掲載された電子部品の入手先と12月号に掲載された生語表はそれ以降に印刷された小冊子にも含まれていた。設計はコンパクトで回路が複雑であるため TEB タイプライターはホビーストにとって挑戦的な電子工作プロジェクトだった。しかし多くの人がこのプロジェクトを完成させ中には インテル8008ベースのコンピュータに接続した人もいた。ミクロ -8 ニュースレター1975年4月号には t b タイプライターをマーク -8 やスケルビーに接続するための改造法やインターフェースの設計が6ページにわたって掲載されている。オリジナルの t b タイプライターの設計にはシリアルインターフェース、モデム接続、 カセットテープへのデータ保存などは含まれていなかった。ランカスターは、バイト1975年9月号や著書、TB タイプライタークックブックでこれらのことについて書いている。REC1975 年2月号に、ロジャースミスが設計したシリアルインターフェースボードが掲載されている。SWTPC 社が販売したキーボードキット卿では、キーボードは 簡単に安価に入手でき、標準的なインターフェースを備えている。1973年当時、新しいキーボードはコンピュータや端末のメーカーしか手に入らなかった。ホビーストは余剰のキーボードを使っていたが、中にはバドコードやイビシーディックのようなアスキー以外のコードを生成するものも多かった。TEB タイプライターのキットにはキーボードは含まれていなかった。 REC1973 年9月号の表紙には同年2月号のランカスターの記事で作成したキーボードが掲載されている。2月号の記事によれば55個のボタンや各ボタンのためのバネを自分で作る必要があった。ほとんどのホビーストは手持ちの余剰のキーボードを使用することを選び、アスキーコードを生成するためにそれを改造した。 現在コンピュータ歴史博物館に展示されているランカスターの TB タイプライターの試作品には REC1974 年2月号に掲載された ASCII エンコーダ回路を搭載した余剰キーボードが付属しているこの ASCII エンコーダの図面は TB タイプライターの小冊子にも掲載されていたポピュラーエレクトロニクス1974年4月号には ランカスターが設計した完全なキーボードのキットが掲載されており SWTPC 社から39.5ドルで販売されていた。最初のバージョンではキーマトリックスをデコードするためにシンプルな RTLIC を使用していた。この設計はすぐにフル機能のキーボードエンコード IC を使用するように改良された。 CT-1024 端末とモニター CT-1024 オリジナルの t b タイプライターは組み立てが難しく一部の IC が生産中止になったため SWTPC 社はキットの再設計を決定した新しい設計は t b タイプライター2として r e 氏に掲載された1975年2月号から6号にわたって 完全な設計が掲載されたため、読者は初代のように、小冊子を取り寄せる必要がなかった。SWTPC 社のダンメイヤーは、データポイント社で端末の設計を担当していたエド、これに、新しい TB タイプライターの設計を依頼した。SWTPCCT-1024 は、スクロールせずに32桁16行の表示が可能である。 一般的な TTL 部品と2100に SRAM を使用していた。回路基板は部品間隔を広くしたため簡単に組み立てることができる。シリアルインターフェースを含むの完全なオプションボードのセットも提供された。キーボードはランカスターの設計に基づいている。端末の残りの部分の設計はエドコレによって行われた。 設計は1974年末までに完成し、キットは1974年12月に販売された。CT-1024 の最初の広告は、PEC1975 年1月号のアルタイル8800の記事に面したページに掲載された。CT-1024 は、オプションのついた完全なキットでもわずか275ドルだったため、 非常に成功した。1977年には、スクロール機能と一行あたり64文字の大文字、小文字の表示機能を備えた改良型の CT-64 がリリースされた。1975年までにランカスターは、ポピュラーエレクトロニクス誌や、ラジオイコールエレクトロニクス誌などの雑誌に100以上の記事を書いている。また、1968年には、 RTL クックブックというデジタル設計の本も執筆していた。この本で取り上げた RTL は初期の IC 技術で TTL に置き換えられていたので1974年に TTL クックブックを出版した。この本は20年間刊行され100万部を売り上げた。オリジナルの TB タイプライターは低コストのラムが利用できるようになる前に設計されたものだったため、 その設計はすぐに陳腐化してしまった。ランカスターは多くの改良を加え、1976年に TV タイプライタークックブックとして出版した。その一部はバイト紙の総刊号から連載されていた。この本はビデオコンピュータ端末の設計方法についてのガイドとなった。いくつかの基本、t v t 用集積回路、メモリシステムタイミングマイナス計算と、 回路カーソルと更新回路キーボードとエンコーダシリアルインターフェーステレビインターフェースハードコピーとカラーグラフィック家庭用コンピュータシステムのビデオディスプレイの設計において多くのホビーストや専門家がこの本を参考にした第7章のカセットインターフェースの設計はカンサスシティスタンダードの基礎となったこの本の回路はマイクロプロセッサに頼らず TTL だけを使用している 1978年の TB チップビデオクックブックでは m o s 6 5 0 2や MC6800 で動作する TVT65-8 が紹介されている。この設計はマイクロコンピュータキム -1 を対象にしていた。元々の t v タイプライター本の表紙にはランカスターが設計した ASCII キーボードが描かれており、これは SWTPC 社から販売された。 初期のコンピュータストアチェーンであるポールテレルのバイトショップは出版社に自社のロゴを表紙に加えさせ TTL クックブックと TV タイプライタークックブックを店頭で販売した後の版の表紙はラジオシャックの店舗用にデザインされた初版の第9冊は1983年だったありがとうございます